鉄十字章。騎士鉄十字章、読、リッター・クロイス・デス・イセナン・クロイゼイスは、第二次世界大戦中に、ナチス・ドイツにより制定された、鉄十字章の一種である。日本では、騎士鉄十字章と訳されることが多いが、正確には、鉄十字章の中の騎士十字章である。第二次世界大戦が開戦した1939年9月1日に、 全大戦で祖国のために戦った人々を記念するため鉄十字章を再制定するという法令が出された。この法令には、総統アドルフ・ヒトラー、内相ビルヘルム・フリック、国防軍最高司令部総長ビルヘルム・カイテル、無人諸将、オット・マイスナーの署名がある。この法令の第一条において1939年版鉄十字章に、第十字章、第鉄十字章、 騎士十字章、騎士鉄十字章、一級鉄十字章、二級鉄十字章の四等級があることが定められた。第二条では、鉄十字章は任務遂行の際に大きな成功を収めた者や勇気ある行動を取った者、勇敢な戦闘行為を成した者に授与され、また上位の章を得るには下位の章を得ていなければ習い旨が定められた。このように、 飛び級の扱いがなかったため、鉄十字章を持たないが、騎士鉄十字章に値する抜群の選考を挙げた兵士に対して、便宜的に騎士章と共に二級、章、一級章が同時に授与されたケースもあった。最上位の大鉄十字章、鉄十字章の中の大十字章は空軍総司令官、ヘルマン・ゲーリング国家元帥にしか授与されなかった。そのため実質的には、 騎士鉄十字章が一般のドイツ軍人が獲得しうる最高の先行章だった。鉄十字章はナポレオン戦争、不仏戦争、第一次世界大戦におっても制定されていたが、騎士鉄十字章の種別が設けられたのは第二次世界大戦時のみである。大鉄十字章と一級鉄十字章の間を埋める勲章という意味ではプロイセン王国が制定した。 プールルメリット勲章等の証拠用、軍事功労章に代わる勲章だったとも言える。鉄十字章の授与は、総統アドルフ・ヒトラーの伝報による承認を経て、直属の上官によってなされていた。受賞者には、予備勲記、ボール・ー・フィッチ・ス・ビッシッチトセクニツ、授与を告げる簡易な印刷文書が手渡された。予備勲記は簡単な印刷文書で、総統を呼び、 ドイツ国防軍最高司令官は、授与者の氏名、階級、部隊に、授与される鉄十字章の名称を、十四年月日付で授与すると書かれており、その下に受章を確認した高級商校の署名が入っていた。ビルヘルム・カイテル、バルター・ホンブラウヒッチュ、ビルヘルム・ブルクドルフの署名が確認されている。正式な軍起、リークーンデイは、川製のフォルダに挟まれており、 ホルダの前面には、金箔でできた和紙章が入っていた。その中に挟まれた、洋筆紙、一枚が折られており四ページ構成に、ドイツ族の名において、名前、階級に、授与される鉄十字章の名称を授与する。相当大本営。日付相当権ドイツ国防軍最高司令官、イヒトラーという文面で、相当時期時期の署名が入っていた。しかし戦時下のドイツの情勢から、 正式な空気を大量に作るような余裕はなく、正式な空気を受けられた者はごく少数であった。騎士鉄十字章の上部についた釣り輪に専用の銃、リボンを通し、その銃を使って首元に騎士鉄十字章を配用した。騎士鉄十字章の銃は二級鉄十字章の銃と同じく黒白赤の黒海色のデインだが、幅が四十五ミリと二級鉄十字章の銃よりも、 広かった。樹が緩まないよう、また装着の利便性のため樹にゴム紐とフックを付着させることが多かった。先行十字章の騎士十字章も襟元に廃用するが、はじめこの二つを同時に襟元に廃用することは禁じられていた。しかし後に許可され、その場合には騎士鉄十字章を下、先行十字章騎士章を上にして廃用することとされた。 直岸鉄十字章を含めた、鉄十字章は、日本の禁止勲章のように、下方として大事に保管されるような性質のものではなく、仏勲の証として、戦場でも一般的に廃用された。デザインは、回の一級鉄十字章や二級鉄十字章とほぼ同じである。中央に、ハーケンクロイツが入っており、その下には、鉄十字の制定年である1939の、 数字が入っていた。裏面には初めて鉄十字章が制定された年である1813の数字が入っている。鉄十字の内側は無光沢の黒い鉄製だった。その周りを玉縁状の無光沢の純銀の枠が囲んでおり、さらにその周りを平面状の光沢のある純銀の枠が囲っていた。上部にはリボン用ループをつけるためのループがついているが二級鉄十字章の 上部のループとは向きが異なり、また二級鉄十字章のループのように溶接されたものではなく勲章と一体が、一級鉄十字章は左胸に廃用するので、そもそもループなし。上部の平面上の銀の枠の部分に800あるいは900という数字が刻まれていることが多いが、これは銀の順度を示している。その隣に製造会社を示すコードが入っている場合もある。 岸鉄十字章は横48ミ、mm、リ、縦55ミ、mm、リあり、一級鉄十字章よりも一回り大きかった。空気があれば、士鉄十字章は法律で定められた形状を逸脱しない限り自由に購入できたため中は、ば使い捨て状態であったという。こうしたレプリカは本来のものとサイズが異なっていたり、別の材質を使っていたり、内側の鉄の代わりに、 銅や円を使ったり、円の銀の代わりに銀メッキを使うなど受賞者ごとに様々であった。また、実物の需要を受ける余裕がない受賞者の中には二級鉄十字章を騎士鉄十字章の代用として警部に配用する者も,もいた。また、公開中に無線で授与決定を知らされた有望との官長等の合わせ、乗組委員の機械校が作ったレプリカを寄構まで、 着用することもあった。乗組員から送られたレプリカに特別な思い入れを持ち、公式のものが授与された後もレプリカの方を着用し続ける長は多かったという。第二次世界大戦の初戦ポーランド侵攻の頃には、ヒトラーはこの戦争が長期化するとは考えていなかったため、騎士鉄十字章に等級を設けてはいなかった。しかし戦争が長引く中で、 岸鉄十字章受章後の勲章が必要になり、岸鉄十字章がいくつかの等級に細分化されるようになった。1940年6月3日に白洋付け岸鉄十字章。1941年6月21日に白洋県付け岸鉄十字章。1941年7月15日に白洋県、ダイヤモンド付け岸鉄十字章。 1944年12月29日に、金白洋兼ダイヤモン付騎士鉄十字章が制定された。騎士鉄十字章の受賞にあたっては一級鉄十字章を受賞している必要があった。一級鉄十字章を受賞した者がさらに先行を挙げた場合に、騎士鉄十字章が授与された。なお1941年に、 ドイツ十字章という一級鉄十字章と騎士鉄十字章の間に位置づけられる鉄十字章の体系外の選考章が制定されているが、これは一級鉄十字章受章者のさらなる選考が騎士十字章たる功績に及ばない場合に授与され、騎士鉄十字章の受章にあたってドイツ十字章の受章が必要とされるわけではなかった。一級鉄十字章の総受章者は、 約三十万人いたのに対し、騎士鉄十字章は七千三百十三名とかなり数が限られていたため、騎士鉄十字章を受賞した者はドイツ社会から AA 融資された。空気は赤茶色インクで文字が書かれているが、受賞者と相当の署名の部分は金箔を使って書かれていた。外国人受賞者については、ルーマニアのイオン・アントネスク、陸軍大将、同国首相、 ルーマニア海軍海軍大将、ホリア・マチェリアリーブ、など18名、イタリアのジョバンニ・メッセ、陸軍中将、イタリア・ロシア戦役軍司令官など9名、ハンガリーのホルティミクローシュ、海軍元帥、同国摂賞など8名、スペインのエミリオ・エステバン・イコール・インファンテス、陸軍中将、アオシダン司令官など2名、スロバキアのアウグスチン、マラー、陸軍少将、 スロバキア海賊師団司令官など2名、フィンランドのエリック・ハインリヒス、陸軍大将、フィンランド軍総司令官など2名、日本の山本56、海軍元帥、連合艦隊司令長官など2名、ベルギーからレオンド・ドグレルの1名、合計44名に授与された。この44名の中から8名が、白洋付き鉄十字章に格上げされ、さらに8名から1名が、 白曜、剣付き士鉄十字章に昇格している。騎士鉄十字章を受章したもので、さらに先行を立てたものは、白曜付き士鉄十字章、リッター・クロイス・デス・イセナン・クロイゼ・スミット・アイキン・ローブを受章した。柏葉・アキラだけを手渡され、すでに授与された、騎士鉄十字章の上部の釣り輪に、柏葉・アキラを加えて装着した。白曜は1813年に最初に、 鉄十字章を導入したプロイセン王、フリードリヒビルヘルムヨの妻ルイーゼ王妃を記念したものとされる。君妃については、受賞者と相当の名前のほか、和紙章も赤茶色インクではなく金箔で書かれていた。ホルダの皮は白色で金箔の和紙章がデザインされていた。882名のドイツ軍人が受賞している。また、外国人受賞者として、 ベルギーのレオンド・ドグレル、エストニアのアルフォンス・スレバネ、ただし1945年5月8日付のため、対戦中の受賞ではない、ルーマニアのペトレル・デュミトレスクとミハイ・ラスカルト・トコルニリウ、テオドリに、日本の小上ネイチと、山本56、スペインのアグスティン・ブニョス・グランデス、フィンランドのカール・グスタフ・エミール・マンネル・ヘームの9名が、いる。この勲章まで受賞したドイツ軍人として、 著名なものには、フリードリヒ・パウルス、陸軍元帥、エルンスト・ブッシュ、陸軍元帥、ビルヘルム・フォン・レープ、陸軍元帥、フェードア・フォン・ボック、陸軍元帥、ゲオルク・フォン・キュヒラー、陸軍元帥、マクシミリアン・フォン・バイクス、陸軍元帥、ハインツ・グ・デイリアン、陸軍将軍、ギュンター・フォン・クルーゲ、陸軍将軍、アルフレート・ヨードル、陸軍将軍、バルター・フォン・ザイトリッツ・クルツ・バッハ、 陸軍軍、ウェルナー・ケンプフ、陸軍将軍、カール・デイニッツ、海軍総司令官、ギュンター・プリーン、U ボート艦長、ヘルムート・ビッグ、空軍エース・パイロット、バルター・クルピンスキー、空軍エース・パイロット、テオドール・ワイセンベルガー、空軍エース・パイロット、テオドール・アイケ、武装親衛隊将軍、アルフレート・ベン・ネンベルク、警察将軍、マィアス・クラインハイスター・カンプ、 武装親衛大将軍、オット・ースコル・チェニー、武装親衛大将校、ブルーノ・シュトレッケンバッハ、武装親衛大将軍、ヨハネス・ミューレンカンプ、武装親衛大将校などがいる。柏葉明受賞者でさらに先行を立てた者は、白洋、剣付キ私鉄十字章、リッター・クロイス・デス・イセナン・クロイゼス・スミット・アイキン・ローブ、ウンとシュワーターンを受賞した。交差した二本の剣が入った。 柏葉ワアキラである。剣付き、柏葉ワアキラの受賞者は、白楊だけの柏葉ワアキラと取り替えて、騎士鉄十字章の上部に装着した。交差する剣は、伝統的なデザインであり、ドイツの勲章にしばしば見られるものである。剣付き、柏葉ワアキラの勲気は、内容は、ほぼ同じであるが、ホルダに、金メッキの幾何学模様の縁飾りがついており、 より豪華な雰囲気を漂わせていた。剣付き、柏葉明受賞者は159名のドイツ軍人と1名の日本軍人山本56の計160名であり、外国人受賞者は山本56のみである。また、外国人が受賞した岸鉄十字章としては本等級が最高位であり、山本は単独最高位の外国人受賞者となる。 この勲章まで受賞したドイツ軍人で著名なものには、ヘルマンホト、陸軍将軍、エーリッヒ・フォンマンシュタイン、陸軍元帥、エバルト・フォン・クライスト、陸軍元帥、ゲオルク・ハンス・ラインハルト、陸軍将軍、ヘルムート・バイトリング、陸軍将軍、ゲルト・フォン・ルント・シテット、陸軍元帥、ゴッド・ハルト・ハイン・リツイ、陸軍将軍、ヨハネス・ブラスコビッツ、陸軍将軍、オット・オクレッチマー、 海軍 U ボート艦長、エイリヒトップ。海軍 U ボート艦長、ゲルハルトバルクホルン。空軍エースパイロット、リヒャルト・ハイドリヒ。空軍降下量兵士機関、ルートビッヒ・ハイルマン。空軍降下量兵士機関、ローベルト・フォン・グライム。空軍元帥。ボルフラム・フォン・リヒト・ホーヘン。空軍元帥。カール・ロタール・シュルツ。空軍降下量兵士機関、エイリヒルドルファー。空軍エースパイロット。 エリヒヒ・バルター、空軍降下量兵士機関、オイゲン・マインドル、空軍降下量兵士機関、ヘルマン・フェーゲライン、武装親衛大将軍、フェリックス・シュタイナー、武装親衛大将軍、パウルハウサー、武装親衛大将軍、クルトマイヤー、武装親衛大将軍、バルター・クリューガー、武装親衛大将軍、ヨアヒム・パイパー、武装親衛大将校、ビルヘルム・ビットリーヒ、 武装親衛隊将軍、ミハイル・ビットマン、武装親衛隊戦車兵などがいる。小説、オデッサ・ファイルの主人公、ベーター・ミラーの父親エルウィンが、剣付き、柏葉・バーキラの受賞者である設定になっている。剣付き、柏葉・バーキラ受賞者でさらに先行を立てたものは、白楊剣、ダイヤモンド付き私鉄十字章、リッター・クロイス・デス・イセナン・クロイゼ・スミット・アイキン・ローブ。 シュアーターンウントブララントンを授与された。剣付き白用にダイヤモンドが散りばめられており、背面から光が入ることで、ダイヤモンドの輝きが増すように、白用のダイヤモンドがはめ込まれた部分は、穴が貫通していた。最初にメルダースとガーランドが授与されたものは、剣と白用が、柏場アキラや剣不詳と同様に銀製だったが、以降は、プラチナ製となり、銀製の剣付き白用に、 人造ダイヤモンドを埋め込んだものが、広し着用するために与えられた。白楊剣、ダイヤモンド付き、柏葉明の受賞者は、剣付き、柏葉明受賞のドイツ軍人のうちから27名の、ものである。この東急から外国人受賞者はいない。白楊剣、ダイヤモンド付き、柏葉明の訓起は、内容は、 ほぼ同じであるが、すべての文字が金箔で書かれており、またフォルダの皮の色は、受賞者の所属する軍に応じた色、陸軍、武装 SS は赤色、海軍は青、空軍はブルーグレーが使われており、表紙の国章の上にはダイヤモンドが散りばめられていた。この勲章まで受賞したドイツ軍人で著名なものに、エルビン・ロンメル、陸軍元水1943年3月11日、 ヒアツェントシュトラハキッツホックロース、ザウチェイコールカムネッツ、陸軍軍1944年4月14日、ハンス・バレンティーン、フーベ、陸軍将軍1944年4月20日、バルター・モーデル、陸軍元水1944年8月17日、ハッソ・ホン・マントイフェル、陸軍将軍945年2月18日、 ボルフガン・グリュート、海軍 U ボート艦長1943年8月9日、ベルナー・メルダース、空軍エースパイロット1941年7月15日、アドルフ・ガーランド、空軍エースパイロット1942年1月28日、ハンス・ヨアヒム・マル・セイユ、空軍エースパイロット1942年9月3日、バルター・ノ・ボトニー、 空軍エースパイット1943年10月19日、アルベルト・ケッセル・リンク、空軍元水1944年7月19日、エイリヒ・ハルトマン、空軍エースパイロット1944年8月25日、ヘルベルト・オット・オギレ、武装親衛隊、将軍1944年4月19日、ヨーゼフ・ディートリヒ、武装親衛隊、 将軍1944年8月6日などがいる。全軍で最も勇敢な軍人、十二人のみに授与されると定められていた勲章。十二という数字は、キリストの最後の晩餐にちなむという。白洋、剣、ダイヤモンド付き手鉄十字章受章者のうち、さらに、先行を立てた者が授与される。剣付き、柏場明が十八金星で、五十個ものダイヤモンドが、 散りばめられていた。制定が1944年12月と戦争末期であったこともあり、実際に受賞したのは急降下爆撃機のパイロットハンスウルリッヒルーデル空軍大佐のみであった。ルーデルへの受賞はヒトラー自らの手で行われている。一説にはヒトラーが功績を上げすぎたルーデルにふさわしい軍将が存在しなかったがために作ったものだとも言われている。 前述の十二という数字に関しても、彼のような英雄が、再び現れることを願ってのことであるとも言われている。騎士鉄十字章の最高勲章であり、1939年鉄十字章全体でも、最高勲章大鉄十字章受章者は、ヘルマン・ゲーリング一人であったに次ぐ勲章である。この勲章用の勲気は作られていないようである。騎士鉄十字章を含む、鉄十字章は、 戦後も廃用が認められている。ただし、ドイツではハーケンクロイツを公の場で使用することが法律で禁止されているため、公の場で廃用するためにはその部分を削り取る必要があるが、それは大変であるため、中央のハーケンクロイツを白用に置き換えた鉄十字章が販売されるようになった。なおき私鉄十字章の上に装着する柏場アキラや白用。 検証などはそのまま廃用できる。もともと鉄十字章は予備を自費で購入しておくのが普通だったので、こうした措置も抵抗なく受け入れられたようである。戦時中に作られたものは破棄されたり、戦場で朽ちたものも多いが、現在の市場にも高値で出回っている。これは受賞者本人かその遺族が売ったか、連合国兵士が記念品として略奪したものである。 勲章ディーラーのアンドレ・ヒュース県によると市場に出回っているもの、受賞者本人、遺族が未だに放置しているものなどを含めて、戦時中作られたものの総数は、騎士鉄十字章が約2万個、白洋月章が約1800個、白洋、剣月章が約450個、白洋、剣、ダイヤモンド月章が約80個であるという。しかしあくまで推定であって、 実際の残存数を正確に割り出すのは難しい。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。